キチャンネル。ちょっ、さあ、ということで月曜日、総チェックでございます。こちら、今は広島県に来ています。広島のホームテレビ、ピタニュー、そして土曜日、フロントドア出演に向けて、ご予想してますけども、広島に来させていただきます。ありがとうございます。さあ、ということで、広島のどこに来た時に素晴らしいことが起きるということで、まずは、広島対ロッテ、4対0、広島の勝利ということで、大瀬良投手、9回129球、2三振、5四球、無失点、そして無安打、ノイズの乱達成、グッピッドからのスパイラル優勢、内野安打。素晴らしい。まあ、ということでね、まあ、ノーヒットノーランっていうところで、まあ、この日はね、まあ、カットボール、スライダーメイン。で、その中で、ストレート投げたり、まあ、カーブ、ホックっていうところも投げたけども、まあ、カットボール、スライダーメインで、このカットボール、スライダーがね、左バッターの外から入れるっていうのもあるし、内に入れるっていうのもあるし、右バッターの外に行くっていうのもあるけども、この同じ変化で曲がりの幅を変えるっていうところで、ロッテ打線はね、翻弄されたんじゃないのかなと。で、カットボールはね、まっすぐと同じ軌道に行って、こう、ちょっと曲がるっていうところでね、この軌道のね、持っていき方っていうのが非常に良かったなっていうね。で、ピッチキャッチャー間もね、そのカットボールとスライダーのコンビネーションを使いながら、相手にね、的を絞らせることなくね、絞りづらくして、ね、三振2個だから、あれ、9回かな ?9 回にね、友杉が三振するまで1個だからね。ということは、まあカットボールっていうのはね、三振取る球じゃなくて、打たして取るっていうところがメインだからね。バッターに振らせて、芯を外させて、打たして取るっていうところでね、非常にいいコンビネーションだったかなっていうね。まあこの日の本当メインはスライダーとカットの曲がり幅で相手を翻弄するっていうね。で、その中でね、ロッテ先発ね、三馬。4回88球、4安打5三振、3四球2失点と、まあ前回もね、まあ佐々木朗希の怪我からのっていうところで登板して、まあこの日ね、4回裏、先頭屋のフォアボール、で、相澤レフト前ヒット。で、ここでね、まあ珍しいことが起きるんだけども、で、4回裏ね、広島の攻撃、先頭矢野がフォアボール、そして8番相澤の時に、2ボール1ストライクからエンドランね。で、ここで、で、スライダー高めクソボールだったのを相澤が上から叩きつけて、ね、レフト前ヒット。これはね、素晴らしいバッティング。ね。で、ファーストランナー矢野もね、スタートを切ってたっていうところで、1、3塁になって、で、ここで、大瀬良のね、打席、ノーアウト、1、3塁っていうところでね、まあ、もう、大瀬良はね、多分これもうバンドして、矢野が突っ込んでくる、セーフティースクイーズのもう布石だね。で、それで、初球ね、セーフティースクイーズをやってくるっていうところで、初球、ロッテバッテリー、アウトコースにボール球を投げさせてからのピックオフプレーで、まあ、ノーアウト一三塁、初球からね、そんなピックオフプレーをやってくるとね、矢野が思ってないっていうところで、セーフティースクイーズだからね、スタートよく行ってやろうって言った時にね、飛び出しすぎて、キャッチャーが三塁スローして、三本間に挟まれて、強殺になる。バッと。セーフティースクイーズはやってからです。ね、まあ、あれがスクイーズだったらあれだけどね、セーフティースクイーズはやってからです。だからここはね、まあ、油断だね。そんなことしてこないだろうっていう油断。それをロッテバッテリーはね、巧みについてね、采配、プレー、バッテリー、サード、グップレー。ね。で、まあ、ここね、めっちゃ長くかかるんだけど、ここでね、ファーストランナー、相澤ね、なんで三塁行かなかったかっていうね、あれ三塁行かなきゃいけないよね。あそこまで矢野がね、粘ってるんだからね。まあ、もう、自分の足のね、走力の問題とかいろんなことあって、行きづらかったも不審ない。もうそろそろアウトになるやろうっていうね。でもあそこはね、思い切ってね、行かなきゃいけない。三塁までね。で、行けなくてね。一塁残って、で、ここでもね、大瀬良がその後バント、ここでもね、なかなかできなくて三振して、ツーアウトに、ここでね、0点だったら、ひょっとしたら流れ変わったかもわかんない中でね、秋山が、レフト前ヒット。で、ツーアウト一三塁からフルカウントになって、野間がね、右中間を抜けるタイムリー、2点タイムリーツーベースっていうところでね、あ、2点タイムリースリーベースっていうところで、この2点大きかったね。このバタバタしててるの、無得点だったらね、一気に流れ変わってたっていうところもあるからね。そして、6回には、ピッチャー中村、相澤フォアボール、大瀬良送りバントを決めて、秋山セカンドゴロ、ツーアウト三塁から野間フォアボール、で、ツーアウト一三塁から3番小園が、レフトオーバーのタイムリースリーベースでダメ押しの2点。ここもポランコ、レフト。ポランコがポロンチョはしてないけど届いてない。まあ、こういったところね、やっぱり前回のね、ジャイアンツ戦もそうだけど、ちょっと守備力ね、これ取れたんちゃうかっていうのもあるからね。これが取れるか取れないか2点大きな違いだからね。で、この日はね、ロッテ、エラー4つっていうね、ところで、まあ、2回ではね、
先頭、末金の長ところは友杉がエラー、田中のところで友杉盗塁で菊池の時にサード中村エラーで、ワンアウト一塁からね矢野ファーストところで、相澤の時に敬遠して大瀬良ライトフライっていうところもあるけども、全部で4つエラー、よく4つエラーで4失点で収まったなっていうね、ところでロッテはもう全ての面において大バッとやることなすことだめです。このピックオフプレーだけが唯一素晴らしかったというところで、初戦は4対0広島カープ大瀬良選手ノーヒットノーランで完璧な勝利でした。広島対ロッテ、ノーヒットノーラン明け6月8日の試合1対3でロッテの逆転勝ちというところでね、練習前にバッティング練習を行わないでね、移動ゲームの金曜日にバッティング練習を行ってもノーヒットノーランされたんだからしなくてもいいやろうっていうところでね、まあ休養にね、まあそういうところに当てていったっていうところでね、まあ9安打なんでね、まあ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 よかったんじゃないのかなっていうね。その中でロッテね、佐々木、復帰登板、1回抹消されてね、6回90球、3安打9三振、無四球1デッドボール1失点と、まあ結構変化球多めだったけど、その変化球の制球良かったね。ベースバンド上にしっかり投げられて、大きくね、そんなに逸れるっていうこともなかったし、スライダーもフォークもね、非常に制球も良くていい感じ。で、まあね、腰掛けということで、球数制限もあっただろうし、まあ6回90球ね、まあ1イニング平均15球だからね、そのスタンダードな平均球数ペースで、まあ球数ね、の中で交代って言ったところだったけども、まあ安心感はね、あったんじゃないのかな、これでね、しっかり投げれたっていうところで、まあその後ね、坂本鈴木、そして増田とね、ノーヒットでしっかり抑えて、広島をね、3安打に抑えてしっかり勝ち。広島先発、玉村ね、5回72球、4安打4三振、1四球2失点っていうところで、正直この試合、ミス合戦。はい。というところで、2回ね、広島先生、ワンアウトからね、矢野がなんと、フリー逃げっていうね、交差とブロッキング行かなきゃ、もう手だけで簡単に行くから後ろやるのよ。ね。で、ワンアウト一塁から石原がセンターへ。で、ワンアウト一塁から玉村がね、送りバンドを決めた時に、ピッチャー佐々木朗希がファーストへ悪送球。でもここをセカンド矢野をグプレー、あれもし取れてなかった、もし高騰して取れてなかったらよ、確実に2点は入ってたね。まあ、その隙にね、セカンドランナー矢野がサード回ってホーム帰ってきたっていうね、矢野の走塁はね、ぐっそりだったけども、であれね、足ギリギリついててね、リクエストになって、セーフがアウトになったけども、ね、これは小川のスーパープレイよ。正直、2点入って、なおもワンアウト2塁で秋山っていうところで、一歩間違ったら3点ぐらい入ってたかもわかんないからね、この試合勝ったのも、ね、小川のスーパープレイっていうのもあるけども、佐々木朗希はもうこういったところね、クイックもそうだけど、フィールディングもそうだけど、まだまだやらなきゃいけないことがね、いっぱいあるなっていうバットプレイ。ね、で、5回表、ロッテの攻撃ね、佐藤中村と連続ヒット。で、小川がフリーバンドを成功させて、佐々木朗希は三振するけども、ツーアウト二塁、二三塁ね、荻野のサード、ライナーっぽかったよね、俺何回も映像見たけどね、サード初期、バーッと、取ってたら0点。取れなかったから2点、バーッと。で、6回表、ね、ピッチャー田丸から森浦に変わって、高部5ファースト内野安打、ここも競争になって、いや、こういうところもやっぱちゃんとアウトにしなきゃいけないよね。その後、外岡がね、連続アウトになってるから、正直ここね、1点も入らなかったところだったけども、2アウト2塁から佐藤がね、センター前のタイムリーヒットでね、3点目というところで、あとはね、しっかりリリーフが踏ん張って逃げ切ったっていうところもあるけども、両チームとも失点が全部ミス絡んでんのよ、正直ね。そういったところではもうミス合戦っていうのがね、等しかったかなと。まあ、その中でロッテはね、リリーフ陣も含めて非常にね、踏ん張った勝利。まあ、ノーヒットノーランの後ね、しっかり返せたっていうのは大きかったんじゃないでしょうか。続いて、広島対ロッテ、4対1で広島の勝利ということで、このカード2勝1敗で勝ち越しになりましたけども、ロッテ先発メルセデス、6回82球、6安打1三振、2四球、1失点とね、まあね、防御率もいいし、自分自身のね、いいピッチング、ちょっとフィールディングに問題あるけども、ね、良かったんじゃないでしょうか。で、広島先発、あとはね、6回94球、2安打4三振、1四球、無失点と完璧なピッチング。ね。まあその中でね、広島は5回の裏、ワンアウトから秋山内野安打、野間ライト前ヒット。で、ワンアウト一三塁から菊池がね、スクイズをしっかり決めて、ね、ちょっと低め難しいところだったけどもね、1点先制。そのままね、逃げ切りたいところだったけども、7回後から堀江に変わったところで、角中が内野安打。で、佐藤がここ送りバンド失敗するけども、代打中村、そして小川連続フォアボール。で、ワンアウト満塁からね、岡がレフトへ犠牲フライを打って同点。で、友杉ね、ライトフライと。ここもね、一気にドドーンって行きたかったところだったけどもね。で、8回ぐらいにね、ピッチャーね、沢田、ワンアウトからね、石原レフト前ヒット。で、矢野がね、ピッチャーゴロっていうところだけども、ここはね、ちょっと、沢田、足、滑ったかな。で、もう来てね、
最低でも送りバントになってもいいかなっていう矢野のね、セーフティー気味のね、バントだったけども、まあ雨、ね、雨降っててスリッピーだったから、ちょっと行くのも遅かったし、ちょっと滑ったように見えたから、ちょっとそこら辺のグラウンドコンディションが心配だったのかね、ちょっと動きがスローだったね。ワンアウト一塁になって代打ね、松山がレフトへね、タイムリーツーベース。ここのも高めも欲しかったけどね、もうちょっとだけどね。で、その後ね、田中康介アウトになるけども、ね、秋山がセンターへタイムリーヒットっていうところで4対1ね。まあ、一気にね、ロッテに勝ち越されるかっていうところでね、こうすぐね、8回裏に、しっかりね、勝ち越したのは大きかったしね。まあ、ロッテとしては3安打だからね、強いて言ったら、ま、ここかな。5回の表ね、先頭角中ツーベース。ここでね、佐藤がライトフライ。で、3塁進んで、タッチアップで。で、ワンアウト3塁から安田三振ね。ここで1点でもね、先制できてたら、まあ、ちょっとね、状況は変わったかもわかんないけども、まあ、3安打だからね、まあ、これは負けは仕方ないかなと。あと、まあね、広島は、終盤ちょっとね、フォアボール怖いよ。7回の2アウトからフォアボール、あ、じゃあ、8回のね、先頭、島内ね、ポランコへのフォアボールとかね、ここ、アイトのフォアボール。ツーアウト一三塁とね、ピンチを作って、佐藤ね、ショートフライでアウトになったけども、7回でもね、この2つのフォアボールっていうね、7、8で4つフォアボール出してるからね、こういったとこちょっと危ないよ。そこら辺ね、ちょっと修正してね、攻めていかないと、勝ってる試合でね、負けていくとね、せっかくパックのね、先発陣の状態いいところがね、勝ちを逃しちゃうんでね、今の状態キープするためにも、そういうね、フォアボールは下げていきましょう。結果はね、カープ、カード、2勝1敗で勝ち越しでした。続いて、中日対楽天。7日の試合、2対0で、楽天の勝利というところで、楽天先発ね、早川、7回102球、6安打7三振、2四球、1デッドボール無失点というところで、グッピッチ。ね。まあ、1回ね、やっぱりキャッチャーとね、真剣に話し合って、そこからね、いい流れができて、めちゃくちゃね、いいピッチング続いてんじゃないのかなと。現状4勝3敗。ね。そして、中日先発は、7回84球、5安打5三振、無四球、1デッドボール2失点と。まあ、球数も少なかったし、ストライク先行で勝負できたし、まあ、2失点。まあ、攻められないよね。これはね。まあ、その中で楽天はね、先制。先頭ね、初回、小郷がね、ツーベース。で、村林がしっかりファーストゴロ犠牲。ね、進塁打打って、辰巳のショートゴロの間に1点。まあ、ここはね、内野初回だったんでね、前に出てこなくて。で、2回表、先頭フランコセンター前ヒット。で、ここでワイルドピッチ、加藤、バッと。手だけで。もうあんなもんもうワイルドピッチした別の普通に取れるよね。でセカンド行って阿部がねライトにタイムリーヒットで1点ね。でまあこのね、2点だけだったっていうところで、まあ楽でも全体的に6安打だからね。その後ほぼほぼねチャンスらしいチャンスもなくて、まあ逃げ切り勝ちっていうところだけども、ドラゴンズはねタイムリー決勝勝です。はい、去年の状態戻ってます。はい、っていうところでね、2回先頭細川レフト前ヒット、カリステレフト前ヒット、で、ノーアウト一塁からビシエド、ここでツーボールから、なんかスライダーのボール球っぽい。ストライクかなあれも高めに。無理やり打ちに行って、463ダブルプレイ、しかも詰まって、まだ引っ張り込むんだったらいいけども、なんか中途半端なバッティング。で、その後田中美希は三振。これもったいないよね。ツーボールからあんな中途半端なバッティングはね、ちょっと見ててね、ちょっとげんなりするね。で、3回、8番先頭加藤がレフト前ヒット。で、ノーアウト1塁から枠井初球、送りバンドをするんだけども、3、4、3、6、3、ダブルプレイ。いや、鈴木大地、グッペ。めっちゃチャージ、めっちゃチャージ。まあ、そこはもう、枠井もね、出てきてんの見えんだから、初球なんだから、バスターね、しなくてもバスターしたりとか、もしくは初球なんだったら、チャージしてきてももっとファースト側にしたりとか、もっと考えないといけないね。もったいないね、初球なのに。これワンストライク取られた後とかだったらまあまあわかるけども、初球なんやからバスター見てチャージを一歩でも遅らしたりっていうね、試み余裕っていうのはね、欲しかったね。ここでノーアウトランナーもチャンスね、結びつけず。で4回にも、2アウト、1、3塁から返しての盗塁で2、3塁になってチャンスになるけども、ビシエドが三振。ビシエドはね、前日ホームランを打ってるだけにね、もったいなかった。で6回にも2アウトから細川カリステビシエドね、細川カリステが連続ヒット、ビシエドデッドボールで2アウト満塁チャンス作って、田中美希から代打中田、ここサードゴロっていうね、最後のチャンスも生かしきれずっていうところで、まあ2点差をね、追いつけず敗戦、タイムリー欠乏症でございます。まあここら辺はね、田中、そして酒井、則本とね、リリーフ陣もしっかり踏ん張ってゲームを作ったっていうところでは非常にね、グッピチだったと思います。初戦2対0、楽天の勝利、楽天交流戦首位でございます現状。
中日対楽天、8日の試合7対2で楽天の逆転勝ちというところで、楽天先発こうじゃね、6回8、8、9、9安打3三振、2、9、2失点とね、プロ8勝利。クピチ。ね。中日先発メヒア、3回3分の1、67球、6安打2三振、1、9、7失点、バックペイチ。ね。まあ、ちょっと真ん中に集まったな、メヒア変化球も含めて。あとボールそんな動いてないよね。まあ、そこら辺でね、やられちゃったかなっていう感じだったけども、1回ね、いきなり2アウトからね、福永が、宇宙海ね、ホームランを打って、細川ツーベース、そしてカリステタイムリーヒットでね、めちゃくちゃいい出だしでいったけどね、やっぱこれミスが痛かったっていうところで、2回の表ね、先頭鈴木大地がセンター前ヒット、フランコフォアボール、で、渡辺がね、レフトにタイムリーヒット、で、ノーアウト1、2塁から小深田がね、キャッチャーフライっていうところで、ここはね、非常にね、繋げていきたかったっていうところはあるけどもね。しかし、ワンアウト一塁から太田がね、タイムリーヒットを打って2点目。で、ワンアウト一塁から小田がね、送りバントを決めたんだけども、ここでね、ピッチャーメヒアがお手玉で、ファーストがセーフになって、ワンアウト満塁から王がね、ライトスタンドへ満塁ホームランで一気に6点この偉いだかったらここでワンアウト取ってれば2点までで済んだと思うよ。俺はね、さすがにホームランはなかったと思うけどもね、やっぱワンアウト満塁になったことで一気に気が楽になったっていうところもあるからね、そのミスがね、非常に痛かった。で、4回表にね、楽天は先頭太田がツーベース。で、小田が送りバントを決めて、ワンアウト三塁からね、大郷がアウトになるけども、村林がね、ショートへタイムリー内野安打っていうところでね、この1点。正直この次の1点取るのが大きいから、この1点はね、大きかったね。でも中日も11安打打ってるからね、だからまあ小島もなんとか粘ったっていうところもあるけども、2回裏もね、先頭小橋がセンター前ヒット、メヒア攻撃バンドに決まってワンアウト2塁から村松山本がね、ヒットならず、ここで1点でも返してたらね、まだ分からなかった。4回にもワンアウトからね、宇佐美ヒット、小林フォアボールになってワンアウト1塁チャンスするけども、代打ビシエドが、ファーストファールフライ、そして、村松がね三振で、5回にも、ワンアウト1塁チャンスくるけども、カリステが6-4-3ダブルプレーね。で、6回にも先頭ディカーソン出るけども、宇佐美が5-4-3ダブルプレー、そして岡林ヒットってね、こういったところのつながりも悪いしね、ちょっと攻撃がちぐはぐで、8回にもね、細川カリステがね、出塁してノーアウト1塁チャンス作るけども、ディカーソン代打大島岡林と続けず無得点で、9回にもね、ワンアウトから村松板山がランナー出るけども、福永細川連続三振とタイムリー決勝勝ね。チーム交流戦もチーム打率は高いのにチーム得点は低い、チャンスは作るけど一本出ないっていうところでね、まあ楽天投手陣がね、踏ん張ったっていうところもあるけども、これは中日ね、去年に逆戻りしてるから、そのね、ポイントで打てるかどうか、あとはミスがね、正直痛かったなっていうところで、まあこの2回のね、6点でほぼ試合が決まっちゃったからと。でも返すチャンスあったけどね、ドラゴンズはね、粘り強くね、あと1本打ってればね、もっと流れが変わったような試合展開でしたね。結果の値に、小田プロ初勝利でした。中日対楽天、3対1で中日の勝ちということで、このカード2勝1敗で楽天の勝ち越しになりましたけども、楽天先発岸ね、5回101球、9安打2三振、2四球3失点と、まあ最近まあ2、3失点はするからね、まあこんな感じかなっていうね。中日先発松葉ね、5回67球、3安打3三振、1四球1失点というところで、まあ2回にね、阿部に、スライダーをね、高めに浮いたところをレフトスタンドでホームラン打たれるけども、まあ、この1失点でね、なんとか防ぎ切ったっていうね。まあ、要所高いところもね、結構あったけどもね、勝負どころではしっかり低めにね、変化球も含めて投げれたっていうところが、今日の好投にね、結びついたんじゃないのかなと。その中でね、中日は4回裏、先頭ね、板山ね、この日1軍復帰してからのね、初先発。ライトへね、ツーベースっていうところで、一塁線を抜けてね、ツーベース。で、宇佐美がね、これね、もう追い込まれてながら、進塁打を打とうとしたところね、低めのチェンジアップなんとか拾ってセンター前。ね。で、ノーアウト一三塁から村松が初球をね、ライトへ犠牲フライで打って、で、ここ松葉がしっかり送りバントを決めて、ツーアウト二塁。三球目ね、カリステがレフト線タイムリーツーベースで勝ち越し、一気に逆転っていうね、この回。まあ、ここでね、カリステね、その一打席目にね、ライトフライだけど、いい形のバッティングするのよ。で、そういったところを見てね、2打席目、インコース結構ついて、で、最後はショートゴロと。だからこのね、5回もインコースをね、しっかりついていこうっていうね、ところで楽天バッテリー行くんだけども、ここをね、借りして、さすがに前の打席ね、インコース結構攻められてたっていうところで読みがちでね、引っ張り込むっていうところの駆け引きはね、面白かったからっていうね。で、5回にもね、2アウトからディカーソンフォアボール、板山センター前ヒットで、2アウト1、3塁から宇佐美ね、最後カーブボール、パッと止まってね、レフト前ヒットでね、3点目。この1点ね、
非常に大きかったね。この日テレビ配信で山崎武さんとね、解説、ロッテ全く関係ないのにさせていただきましたけども、ありがとうございますね。まあ、その後ね、楽天もチャンスは作るけども、このね5回にも2アウト1塁チャンスを作って、ここね岸フォアボールね、これちょっと危ないなって正直思ったけどもね、おご高め抜けた変化球ね、ちょっと打ち損じたかな、ライトフライっていうところでね、まあ、状態は良さそうだったけどね。まあ、その後はね、最強のリリーフ陣がね、藤島、清水、松山、マルティネスと6回からね、しっかり防ぎ切って、マルティネスね、ちょっと2安打打たれて最後ピンチ作るけども、最後きっちり三振に収めてセーブっていうね、中ではやっぱこれがね、ザ、今の中日の勝ち方かな。だからまあ5回までにね、何としても細かいことをしてでも1点ね、多く取って、で、6回からね、最強のリリーフ陣で逃げ切り勝ち。まあ、これが理想のね戦い方かなと。まあ常にこういうことしてたらね、リリーフもね疲れるから、たまには先発が長いイニング投げてっていうところも必要だろうけども、こういうね状態が上がらない時はこういう野球でね勝ち切っていくというね、中日の中では見本のようなね勝ち方だったと思います。まあ結果ね3対1の中日の勝ち、通算ではね楽天の2勝1敗で勝ち越しでした。DeNA 対ソフトバンク、7日の試合、10対1でソフトバンクの勝利、圧勝でございます。ソフトバンク先発モイネロ、8回120球、5安打7三振、1球1失点と、まあ最初からね、開幕の時は100ぐらいでね、変わってたけども、どんどん球数も増やして、120球ね、完璧な先発ピッチャーとしてのピッチング、ピッチ。ね、そして藤井、1回16球、2安打1三振、無失点。まあ2安打打たれるけども、しっかりね、で無失点で防ぎ切って。10対1完勝でございます。で DeNA 先発森ね、2回に3分の2 57球6安打3三振1球5失点というところで、まあ、フルサイティね先発というところはあったけども、まあ、いい形の結果を得られず、その中でねソフトバンク2回表山川近藤連続ヒット、柳町送りバント失敗、バーッとここにしっかり送っとかなきゃっていうところで、その後ワンアウト1塁から甲斐がねインコースのツーシームレフトスタンドでスリーランホームランでグバッてね、ここね一気にいけたの大きかったね、ホークスとしてはね。で、3回の表に、先頭シュート、センター前。で、今宮の時に盗塁して、今宮ね、内野ゴロの間に三塁へ。で、栗原がライトへタイムリーツーベース。そして柳町が先ほどのバント失敗ごめんねっていうところでセンター前タイムリーヒットで5点目。で、4回には山川の押し出しフォアボール。そして、柳町もまたタイムリーツーベースで、3点。ここで一気に8対0。ね。で、4回の裏に、DeNA はね、オースティンのホームランで1点返すけども、6回に、近藤のタイムリーヒットで2点で10対1。まあ、ソフトバンクね、もう完勝でございます。ね。まあ、言うことないね、何もね。その中でね、まあ、この試合はね、まあ、上茶たりね、この3回表、先頭でね、ライト前ヒットと思ったところをね、ライト柳町がね、ファーストへナイス送球してね、ライトゴロになるんだけども、上茶谷がね、全力疾走して、最後ね、フォアバーが合わずね、ジャンプしちゃったんだよね。で、ファーストベースについて足ひねったんだろうね。まあ、それでね、ピッチャーも交代して、まあ、今後ね、その状況がどうなるのか、ちょっとまだ情報が入ってないからわからないけども、ちょっとなかなかね、復帰するまでの時間がかかりそうだけども、この前のね、西武の村田レオン君の時にも言ったけど、やっぱり、必死と無謀は違うから、もう怪我した終わり。で、ここもね、5対0の状況。確かに先頭ね、まあ3回だし、柳町、上茶谷がね、ランナーに出ることによって、1番に回っていくからね、ここから反撃のチャンスっていうところもあるけども、ね、やっぱり必死さと無謀は違うから、怪我もったいないよ。本当にいい感じでね、行こうとしてる中でね。しかもそれだったらピッチャーもどこまで真剣に走塁練習を必死にやってるかも大事になってくるのよ。ね。いきなり試合的全力で走るとフォアバーが合わなかったり最後のベースタッチって、これ少年野球の子供にもこうなんないようにって教えていくとこだから、そういったところではね、佐々木チャンネル いろんな方見てくれてると思いますけども、これが WBC の決勝とかね、今日勝ったら優勝とか、もう勝負かけていくみたいなね、立浪さんの10.9 のねヘッドスライディングみたいなところでだったら俺はまだいいかなと思うけども、まだこの6月でね離脱は痛いからね、しかも今 DeNA 怪我でいっぱい離脱してる中でね、このねアグレッシブね必死さと無謀は違うから、こういったところはね、まあ全選手もそうだけどね、まあ難しいけどね、どこまでがじゃあなんやって言われたら難しいけども、こういったところはね本当残念だなっていうね、避けてもらいたいっていうところはあるけどもね、まあ結果的にはね10対1ソフトバンクのね圧勝で初戦終わりました。 DeNA 対ソフトバンク6月8日の試合、5対3でソフトバンクの勝ちということで、ソフトバンク先発スチュワートジュニア、6回94球3安打7三振2四球無失点というところで、まあ本当にね、今年は何回も言ってるけども、もう
フォームも安定してきたし、試合になってもね、いい感じで安定してきて、まあ勝ち星はつかなかったけどね、非常に素晴らしいピッチングだったと思います。で、DeNA 先発東ね、7回97球、7安打5三振、無四球2、デッドボール3失点というところで、まあクオリティスタートはね、スタートしてるだけに、っていうね、ところはありましたけども、ソフトバンクはね、4回先制。ワンアウトから近藤デッドボール、柳町レフト前ヒット、ワンアウト一塁から甲斐がね、センターへのタイムリーヒットで、こう、下位打線に迎えていく中で、しかも9番ね、セリーグの主催試合、ピッチャーが入る中で、この下位打線でしっかりね、1点を取ったっていうのは非常に大きな攻撃。で、7回にもね、ワンアウトから広瀬デッドボール。で、スタートジュニアの代打ミネイがツーランホームラン。ミネイ、クロスで、ナイスホームラン、ツーラン。だから、DeNA ね、東としてはこのデッドボールからの失点だからね、そこはちょっと痛かったよね。で、ソフトバンクはね、9回にも、今宮、そして、代打佐藤のタイムリーでね、ダメ押しの5点目っていうところになったけども、DeNA もね、8回裏に、先頭海老名がデッドボール。で、井上のね、ファーストゴロを中村晃がセカンドへね、悪送球っていうところでパッと。で、その後、オースティンのスリーランだからね。で、ここで同点だったからね。そういった意味では、このね、ミスでのっていうところはね、痛かったよね。だから両チームデッドボールから点が入るっていう珍しい展開だね。しかしね、同点から9回ね、この、普通これね、もう負けゲームなんだけどね、ソフトバンク流れ的にはね、それをしっかりね、勝ち越すっていうのは、まあ強いね、証拠でもあるなっていうところと、まあ DeNA 的に言うと、まあ2回ね、4番筒香、5番牧が連続フォアボールで、その後佐野山本森とね、1本出ず、ここら辺でね、先制できてればっていうところも、あったしね。あとはまあソフトバンクね、12アンダーっていうところで結構ね、チャンスあったけども、なかなか1本出ず、2回でもね、5番、6番、近藤、柳町が連続ヒットを打つけども、7番、甲斐三振、8番ね、広瀬がサードゴロっていうところをまあ1点取れずっていうところでね、で、3回でもね、シュートがワンアウトからツーベースを打つけども、今宮、栗原が続けるっていう、まあチャンスをね、作るでも1本出なかったところでね、4回ようやくっていうところもあったんでね、であとはね、小久保監督も激怒。5回。先頭シュートをね、ピッチャーゴロ、オースティンの捕球ミスでね、セーフだったのにシュートがね、アウトと間違えて、インフィールドに入ってベンチに帰ろうとしたところにランダムプレーっていうところでバーンと気づかな。集中力バーンと。これ先頭だったからね、もったいないよね。勝ったからいいけどもね。そういったところはね、しっかりやっていきたい。だからこういうミスもありながらね、ミネイのホームランで、勝ち、ね、確定したかなっていうところで中村晃のミスだからね。まあ、勝って兜の大締めようじゃないけどもね、そういったところはミスは防いでいきたい。でもその中でしっかり勝ち切れたのは大きかったんじゃないでしょうか。6月9日 DeNA 対ソフトバンク8対5で DeNA の勝利ということで、この3連戦ね、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しになりましたけども、 DeNA がね、最終戦に勝って3連敗は免れるっていうところでしたけども、ソフトバンク先発和田ね、3回3分の2、64球6安打1三振1球1デッドボール4失点っていうところで、初回の満塁ホームランが痛かったっていうね、初回いきなり海老名が内野安打で、梶原レフト前ヒット、オースティンフォアボールで、ノーアウト満塁から2球目のインコースストレートを、フルスイングでレフトスタンド上段へ満塁ホームラン巻きくばって、ね、これもでかかったね。これが勝負点になったね。逆にまあ DeNA はね、その後、序盤はね、抑えられてたけども、まあ4回表ね、ソフトバンク、ワンアウトからね、柳町ツーベース、そして、海野のところでね、石田が、悪送球の中でショートゴロ1点と、まあここね、相手のミスもあって1点取り返す中でね、この4回裏、ね、先頭井上が、デッドボール、そして石田送りバントを成功して、海老名梶原ね、ヒットです。ここでね、パパーンっていってればね、おわっていうね、ところのいい打順だったけどもね。で、ソフトバンク先発ね、石田。5回66球、5安打2三振、1球1失点というところで初先発。クピッチ。ね。まあ、荒々しかったけどね。まあ、しっかり腕も振ってね、投げ切れたっていうところも、良かったんじゃないかな。まあ、甘めの球もあったけどもね。これはもう勢いのままね、投げ切れたっていう中ではね、まあ、自身のワイルドピッチとかもあったけども、非常にね、素晴らしかったと思います。その後ね、坂本、徳山、清山、ウィック、森原とね、まあ、ピンチで失点は作るけども、なんとか逃げ切りがちっていうね。で、6回裏ね、DeNA の攻撃、先頭山本フォアボール、山本送りバントを決めて、ワンアウト二塁から井上がね、タイムリーツーベースっていうところで、宮崎がね、登録抹消されている中で、この井上のね、ヒットっていうのは大きいしね、まあそこら辺でチャンスが回ってくるからね、非常にそういったところでもいい形のね、ヒット。しかし、ソフトバンクはね、こういったところが強い。7回表ね、ワンアウトから、広瀬、ミネイの連続ヒット、代打中村晃をね、ファーストゴロ、オースティン、こいつって、あれ、取っとかなきゃね。まあ、勝ったからいいけどもね。で、栗原がね、タイムリーヒットと、2点。でもこのね、7回裏の筒香のスリーランホームランもめちゃくちゃ大きかったね。これなかったら負けてたんちゃうかっていうね。
しかし8回にもね、ミネのタイムリーヒットで、9回にも栗原のホームランとね、まあ8対5と DeNA 勝ったけども、こういうふうに終盤7、8、9でね、4点取ってるからね、こういうソフトバンクのね、最後までのね、この攻撃っていうところは負けたけどもね、強さが見れる試合出たし、このね、2戦ミネにね、フルスに向けて横浜スタジオも相性いいね、いい活躍、フッバッティングでした。まあ結果はね、8対5で DeNA 勝利、トータルでは2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しでした。巨人対オリックス7日の試合2対0オリックス完封勝利というところで、オリックス先発東ね、8回111球2安打2三振2四球無失点というところで、まあね、前回危険球退場だったかな、3回3分の1中日戦細川だったかなっていうところであって、降板してからの次のピッチングっていうところで、まあ、この日はね、初回からストレートメインで、ストレートメインに投げていって、終盤変化球に切り替えるのかなと思ったけども、まあ、最後までほぼストレートメインでいって、まあ、カットボール、ツーシーム、カーブ、フォークっていうところをうまく組み合わせながら、いけたっていうところで、まあ、相当ね、キャッチャーの若月もストレートがね、来てるっていうところの判断だっただろうし、それが最後までね、落ちなかったっていうところでは、このね、8回、無失点にね、抑えるための、中ではね、そこが、良かったんじゃないのかなっていうところで、今日の後のピッチングのね、質で言うとやっぱストレートっていうところがしっかり投げ切れたっていうのも大きかったし、それが終盤までね、球威も威力も落ちなかった、球質も落ちなかったっていうところが、さらにね、東の投球の幅を広げて、相手打線もね、それに対応しきれないと思ったら、それを最後に押し通すっていう若月のリードも非常に良かったんじゃないでしょうか。グッピチ。ね。で、巨人先発投手、8回108球、5安打8三振、1球2失点っていうところで、まあ攻められないよね。このね、初回ワンアウトから西野のね、センターオーバースリーベース。これセンターヘルなんですかね。目測誤って前出てきて万歳でスリーベースっていう。バッと。これ普通にアウトだから無失点だからね。これ本当はエラーだけどエラーじゃないから自責点つくけども。で、ツーアウト三塁になったけども、西川がライト前タイムリーヒット。西川もちょっとずつね、上がってきたから、これ終わってみたら3割打ってますっていうところもね、あり得るよね。そして、4回にはね、紅林がレフトスタンドでホームラン。まあ、戸郷もこれは失点だけだからね。オリックスも5安打だから、ほぼほぼ、そんな攻撃、ビッグチャンス、なかったからね。こう3回でもね、太田が、フェンス直撃のスリーベース打つけども、まあ、2は3塁で西川がね、ピッチャーゴロっていうところもあるけども、まあ、6、7、8、9とね、三者凡退だから、5回以降三者凡退ずっと、ね、っていうところでは、ピッチャー東がね、必死に守って、で、9回ね、そのまま完投行くかなと思ったけども、ピッチャー、マチャとね、5、6、7と3連投、3連続セーブというところで、もうここはね、中嶋監督も、もう怪我人も多い、こんなこと言ってる場合じゃないっていうところで、もう3連投、ね。でも、球数も13球、10球、10球だから、俺はね、2連投したら休みとかじゃなくて、球数も見ながら、ピッチャーの状況を見ながら、行けるときは俺、行かしてもいいと思うんだよね。そんなんで潰れるかっていうね、選手っていうところは、個人的な思いはありますけども、ジャイアンツはね、もう2安打だから、ほぼ、太刀打ちできず、ノーチャンスでした。オリックス2対0。点差はね、接戦でしたけども、完勝でした。8日の試合、0対5でオリックス勝利というところで、オリックス先発、斉藤京介。5回86球、1安打6三振、2四球1デッドボール、無失点というところで、本人プロ入り8勝利。グッピッチ。しかも防御率が 0.67。グッピッチ。ね、まあ、まっすぐカットね、スライダー、そしてフォークっていうところで、しっかりね、腕振れて投げれたっていうところもあるしね、堂々としたピッチングだったんじゃないのかなっていうね、ところでは非常にね、良かったんじゃないのかなっていうね、里崎。キャンプの時から斉藤京介言ってましたから、ね、見つけてましたから、斉藤京介。多分東京で一番最初見つけてましたから、ね、この活躍はね、非常に、まあね、別にオリックスを応援してるわけじゃないけども、斉藤京介はね、頑張ってもらいたい。しかもね、去年のプロスピの大会でね、ちょっと話した時もね、来年一番期待してるんでっていうところもね、伝えたんでね、その中で、このジャイアンツ戦にね、初勝利っていうところは本人も嬉しかっただろうしね、非常にいいピッチングだったと思います。で、巨人先発グリフィンね、5回87球、8安打6三振、1セットボール3失点っていうところで、まあ初回ね、中川にツーベース、で、胸がライトフライの中でタッチアップでワンナウス三塁。で、太田三振するけども、西川のセンター前タイムリーヒットで先制。西川の状態上がってきたのでかいね、オリックスはね。そして2回もね、杉本にヒット打たれるけども、若月ね、ダブルプレー取ったり、3回はね、3者連続三振っていうところで、グリフィンもね、そんな悪くなかったと思うけども、4回の表ね、先頭太田がセンター前ヒット。で、ここで先ほどタイムリーを打った西川がセーフティーパント。グッティ。ね。で、紅林デッドボール。このデッドボール痛かった。で、ノーアウト満塁からね、頓宮がね、ライトにタイムリーヒット。で、杉本が543ダブルプレーね、若月センター前ヒットになるけども、斉藤京介三振だから、ここでね、
杉本はダブルプレー痛かったね。もう1、2点ね、取れたかなっていうところはあるけども、まあ4回ね、いい感じでね、中押し。で、5回でもね、胸がツーベース打つけども、大谷シガがね、チャンス生かせずっていうところで、結構いい感じのね、攻撃もできるようになってきたかなと。で、8回にはね、ワンアウトから大高さんライト前ヒット、西川三振。で、倉林センター前ヒットで、2アウト1塁からね、頓宮がタイムリーツーベースでね、しっかり2点ダメ押し。だから先生中押しダメ押しとね、かなりいい形で得点できたっていうところもありますし、まあジャイアンツはね、4安打だからね、強いて言ったら、まあ、この2回のね、2アウトから縦横フォーボール、大城ライト前ヒットで2アウト1塁、ね、伊豆口勝負してくれてレフトフライ。ここでね、1本ポーンってね、出てればちょっと状況的に変わったかなと。あと4回裏ね、先頭吉川、フォアボール。で、岡本デッドボールでね、2アウト1塁、チャンス作るけども、こう、坂本三振のあのアウトコースのストレートね、で、縦横ね、レフトフライ、大城三振というところで、ここでノーアウト1塁が、最後のビッグチャンスだったかな。ここで返せたらね、ちょっと状況は大きく変わったけども、まあ、そこで1本出なかった。逆にね、オリックスは1本出させなかったっていうところで、斉藤京介の後ね、井口、富山、小田島、山田とね、しっかりリリーフが踏ん張って5対0、完璧な勝利だったんじゃないでしょうか。続いて、巨人対オリックス。4対1でオリックスの勝利ということで、この3連戦、オリックス3連勝!これでオリックス勢い乗っていくか。ね。オリックス先発佐藤和真、5回73球、1安打3三振、2四球無失点というところで、まあ、序盤、立ち上がりどころ緊張したかな、球も荒れながらね、というところもあったけども、しっかり最後まで腕振ってね、なんとか頑張れたというところでは、初々しさもあったけどもね、結果として、被安打1っていうね、無失点、好投は素晴らしかったと思います。巨人先発菅野ね、6回111球、4安打4三振、2四球2、デッドボール3失点と、まあ、クオリティスタート最低限の、ね、ピッチングだけども、まあ、初回ね、ワンアウトから、来たのね、内野安打。そして、太田のところでフォアボール。で、西川がね、ライトへ先制タイムリーツーベースで、紅林が犠牲フライトね。いや、西川が本当にね、上がってきたなっていうね、この西川選手のこの好調ぶりはね、非常に素晴らしい。巨人戦ね、5安打だからね、そういった意味では非常にね、素晴らしいバッティング。で、3回にもね、ワンアウトから、大高センター前ヒット。で、ワンアウト1塁から2、西川がね、フルカウントからライトへね、タイムリーツーベース。ここでね、ファースト太田選手がね、自動的に走ってたっていうところでね、しっかりホームまで帰ってこれて、この3点目。これ非常に大きかったね。ジャイアンツはね、この、初回もね、ワンアウトから変なんです、ツーベース出るけども、吉川岡本で1本出ず、ね。で、3回にも先頭伊豆口ね、フォアボール出て、菅野送りバンドきっちり決めるけども、マルヘルネンスが1本出ず、ね。で、4回にも先頭吉川がフォアボール出るけども、岡本、坂本、長野でね、続けず、ね。だからこの、佐藤もふわしてたけどね、そこをね、詰め切れなかった。で、6回にもね、ピッチャー佐藤から鈴木に代わって、丸センター前ヒット、ヘルナンデスアウトになるけども、吉川岡本連続フォアボール。で、ワンアウト満塁でね、吉田康生変わるけども、坂本がね、レフトに犠牲フライで1点止まり、ちょうどサードゴロ。ここ吉田ね、康生ね、グリリ。ジャイアンツはここでパッパッパンって一気にね、行きたかったところだけど、行ききれなかったのが今日のね、敗因。だから6回裏がね、一番のポイントかな。しかもオリックスはね、6回裏に失点しながらも、7回表にね、ピッチャー菅野から船場様に変わったところを先頭若月がレフト前ヒット。胸送りバンドを決めて、1番長川がセンター前ヒット。で、ワンアウト1、3塁からね、北野内野ゴロの間に1点を取って、この1点目がこの4点目めちゃくちゃでかかったね。まあ、巨人はね、その後またね、ヒットは出るけども続かないっていうところで3連敗。打線がね、なかなか続かない厳しさがある中で、オリックスはね、まあ、2試合連続斉藤京介で勝ってね、佐藤で勝って、これはね、こっからオリックスがね、勢いづくね、いい勝ち方だったんじゃないでしょうか。結果はね、オリックスの3連勝でした。ヤクルト対日本ハム、7日の試合5対4で日本ハム、最後ね、11回に逆転勝ち、まあ、逆転というか、まあ、勝ち越しかな、逆転されてないからね、っていうところでしたけども、まあまあミス合戦だったね。このエラーだけじゃなくてね、なんかいろんなところのミスの試合だったかなっていうところで、日本ハムはね、初回先制、ツーアウトからね、水谷レフトサンドホームラン、水谷グッパッティング、でマルチネスもまたホームラン、グッパッティング、2者連続、水谷交流戦絶好調ね。そして、2回、先頭上川畑ね、センターへのツーベースっていうところだけど、こうセンター西川ね、追い方、もう完全、もうこんなしてるからね、打球見失ったか、平行感覚なくなって打球とのこのね、立体、空間認知力が失われたかっていうところで、なんかドギマギしてね、ツーベース。で、7番センター前ヒット。で、ノーアウト1、3塁から、伏見がね、タイムリーヒットで3点目。で、ここでノーアウト1塁から山崎幸也。普通だったらピッチャーだからバンドやと思うね。でもここは新庄監督が、
まあ、3点あったっていうところもあるけども、勝ちに行くとか定石よりもファンサービスとかエンターテインメントとか楽しさを取ったねと俺は思ってる。山崎達也だから、だから初球からね積極的に打ちに行って、まあ、結局キャッチャーファールフライになるんだけども、普通だったら送りバントやピッチャーだから。で送りバントでもう1点2点万波に続くからね、もう1点2点取っていって一気に前半で試合決めようっていうところもあるけども、完全に多分ねエンタメ取ったね面白さ。まあまあそれはそれでいいけどね、勝ったからね。でその後ワンアウト一塁になって万波のね、ライトポテンフライだったけども、セカンドランナー七間がまあふわふわふわっていう勘違いヒットだったからね、セカンドランナー七間三塁帰って止まってたんだけども、その打球見て多分コーチャーが回したんだろうね。でもオスナがね、ホームへ投げて楽々のアウト、バッと。もう止まってんだったら止まっとこで、ワンアウト満塁で水野でいいやん、水野の状態もいいし、これツーアウトじゃないしね、まあツーアウトだったら止まってないんだけども、ここは状況判断だね、バッと。だからここら辺もったいないよね。まあ3点勝ったからいいけども、3点もっと4点5点ね、うまく攻撃すればまあ取れたんじゃないのかなっていうね。そしてね、5回、先頭万波レフト前ヒットで水野ここでね送りバウンド失敗っていうところで、ここもきっちり送っとかなきゃいけないけども、水谷満身数連続フォアボールで、ここもねヤクルトの投手陣っていうところで、今日ヤクルト先発で松本3回59球8安打、三振0無失球3失点で、その後エスパーダ、2回1安打、2三振2四球1失点っていうところで、このフォアボール2つがねエスパーダ首絞めるよね。でワンアウト満塁から松本犠牲フライ、ここら辺はね日本ハムがしっかり点を取って、この4点目非常にいい流れだったけども、6回裏ねこの山田哲人と、西川のフォアボールで、4対2、ね差を縮めて、で7回裏、ピッチャーね田中正義から、河野に代わって、ワンアウトから村上ライト前ヒット、サンタのフォアボール、だからどっちのチームもやっぱフォアボール痛いよね。でワンアウト一塁からね河野ここで、ワイルドピッチ、ここもこういうのちょっとずつ痛い。山田は三振するけども、ツーアウト二三塁からピッチャーカーノからマーフィーに代わって、オスナがね、レフトにタイムリーヒット。で、ここでね、二塁ランナーサンタナホームでアウトになるから、これはね、守備、グップレーだったけどね。まあ、サンタナツーアウトだからね、あれはまあ回ってもいいかなっていうところもあるけども、若干ね、レフトのね、送球が一塁側に逸れたけどもね、タイミング的には伏見がね、いい形のタッチをして、アウトにしたっていうところでは非常に良かったしね。まあでもツーアウトだから、あそこはサンタナね、同点ランナーだったからね、一気に回っても良かったから、あれはまあ勝負だね。駆け引きっていうところで、日本ハムね守備でよく頑張ったなっていうプレーでしたね。そして4対3でどうなっていくかっていうところでね、8回裏ねヤクルト先頭中村センター前ヒットで、山崎がね送りバントを決めてワンアウト2塁、西川フォアボールでワンアウト1塁から青木長岡がね、ヒットを打てず同点できずっていうところでどうなるのか。で9回裏ねピッチャーマーフィーから杉浦に代わって村上三振で、サンタナがね右中間に同点ホームラン、もうこれで一気に4対0から4対4になったから、この勢いでヤクルトがねこのまま勝っていくんじゃないかなっていうところで、まあ10回の裏ね先頭中村フォアボール、山崎送りバントを決めて西川三振で、代打川端がねこれで一気にさよならかなっていうところで、セカンドゴロで1点取れずね、バタバタしてる中で、まあ、11回になるんだけども、まあ、日本ハムもねこの6回以降なかなかチャンスも作れずっていうところもあったけども、7回表ね2アウト1塁で上川端ファーストゴロだったりとか、10回もね、先頭マルチネスがライト前ヒット、ここでね、山崎がファンブルでミスをしてランナーセカンドまで行って、で松本ねフォアボール、まあここはほぼね敬遠気味かなっていうね。で、ノーアウト一塁から上川畑が送りバントを決めて、ワンアウト二三塁、ここで代打タミヤ。で、敬遠でね、満塁策取って、代打郡司三振。で、野村がセンターフライと、ここでね、ここで本当は日本ハム1点いきたかったんでね。だからどっちもね、勝負の最後に1点取れないっていうところで、11回の表、ピッチャー小沢、ね、先発からリリーフに転向して、ね、万波がレフトでツーベース。で、ここで水野がきっちり送りバントを決めて、で、細川フォアボール。で、ワンアウト一三塁から中島拓也の時に、2球目、セーフティースクイズするも、キャッチャーファールフライ。あれ、ボール球だったからさ、無理にしなくてもよかったんちゃうかっていうところもあるからね、ちょっと無理にいっちゃったかね。で、ツーアウト一三塁になって、松本がね、セカンドフライになったんだけども、なんとその前に小沢がワイルドピッチ。ね、引っ掛けちゃった。あれはキャッチャー中村取れないよ。最後はミスで勝ち越して日本ハムが勝って4、5対4っていうところで、まあ、13アンダーね、日本ハム13アンダー、ヤクルト10アンダー、まあ、どっちが勝ってもおかしくなかったけども、最後はね、ミスが起きてね、日本ハムの勝利、まあ、お互いミスもあったしね、フォアボールっていうところも痛かったし、まあね、いろんなことが起こり得たけども、最後はミスで、俺は個人的な見解です。小沢は先発の方がいいと思います。はい、5対4、日本ハムの勝利でした。
8日の試合6対3でヤクルトの勝利というところで、ヤクルト先発ね、サイスニード6回97球5安打3三振4球1失点というところで、開幕投手の中でね、唯一勝ち星がなかったですけども、今季初勝利ね、キャッチャー松本がね、リラックスリラックスって言ってね、いい声かけながらね、まあ本人もやっぱ勝ちたいだろうしね、カッカしてるところもあったかもわかんないけどね、そういったところは松本もね、コミュニケーション取りながらいいリードね、できたんじゃないでしょうかっていうね。ヤクルトはね、4安打だからもうほぼね、チャンス全部ものにできたっていうところで、あと日本ハムもやっぱフォアボールがね、結局命取りになったなっていうところで、日本ハムはね、3回先制、万波のね、先制ホームランでいい流れで行きたかったところ、4回裏ね、西川内安打、丸山送りバントを決めて、長岡ね、レフトフライアウトになるけども、村上がね、ストレートのフォアボール、そしてサンタナがね、右中間スリーランホームランで一気に逆転、グッパッてね。で、7回にもね、ピッチャー金村から黒柳に代わって、サンタナ山田とね、連続のフォアボール。で、オスナがキャッチャーフライでアウトになるけども、ワンアウト一塁からね、松本がなんとレフトスタンドでスリーランホームラン、松本、グッパッて。ね。このもう、ほぼ2回だけ攻撃です。ね。このイニングもね、ホームラン1本だけだからね、そういったところでは日本ハムのね、やっぱフォアボールっていうところは痛かった。で、日本ハムはね、8回表に、万波がね、ライト前ヒット。で、水野のセカンドゴロをね、山田から変わった竹岡がエラー。ね。で、水谷、センター前ヒット。マルティネスがね、1-4-3ダブル。これ痛かったね。ノーアウト1塁で、マルティネスが初球ね、1-4-3ダブルプレイだったから、まあ、その後ね、タミヤのタイムリーがあって、まあ、2点目取るんだけども、計ね、この3点で打ち切りっていうところで、ここ、まあ、仕方ないね。その時点でまだ4点差あるからね、そういったところでは、まあここね、よく、大西がね、踏ん張ったっていうところもあるしね、日本ハムとしてはほぼ毎回ね、フォアボールを含めて、チャンスメイクできたんだけども、まあ初回ね、まあ先頭真ん中ツーベース、水野三振、ここ最低でも、進塁打打ってれば、水谷マルチネスで1点取れたんちゃうかなっていうところもあるから、まあちょっとずつのね、ちょっともったいないなっていうね、ところはあるけどもね、攻撃的には、まあ、あとやっぱフォアボールがね、痛かったかなと。逆にヤクルトはね、その少ないチャンスを2本のホームランでね、勝負つけたっていうところも良かったし、サイスニードがね、勝ったっていうところで、サイスニードのね、今後の流れ的にも非常に良かった、いい試合だったんじゃないでしょうか。結果6対3でね、ヤクルトの勝ちでした。ヤクルト対日本ハム、9日の試合、1対0でヤクルトの勝ちということで、このカード2勝1敗でヤクルトの勝ち越しになりましたね。ヤクルト先発ヤフーレ、7回96球、6安打3三振、1四球1デッドボール、無失点っていうところで、この日は低めにね、しっかり制球できて素晴らしいピッチングだったかなと。まあ、前回ね、楽天戦6失点してる中でね、ちょっと心配事もあったし、5月10日からね、10日18、25、1日と、巨人、阪神、中日、楽天と、まあね、4連敗できてただけにね、まあでもあんまりね、2点、1点、1点、6失点だから、そんな1点をね、取られたわけじゃないけども、まあ失点してる中でね、この日は7回しっかりね、96球でまとめて、無失点、まあ勝ち星つかなかったけどもね、非常にホッとした部分は、あるんじゃないでしょうか。で、日本ハム先発加藤ね、7回87球、5安打4三振、無四球無失点と、まあ持ち前のね、素晴らしい制球、緩急、ストライク先行の勝負の中で、球数も少なく、フォアボールもなくっていうところではね、非常に、両投手ともね、素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうか。その中でね、もう日本ハムはね、まあ、去年と一緒みたいな野球になっちゃった、この試合はね、見えないミス、見えるミスも含めてね、ちょっとミスが痛かったかなと。初回ね、先頭真ん中でレフト前ヒットだけども、ノーアウト一塁からね、投げてないけど、ちょっと走っちゃってね、それで、ね、牽制でアウト。ね、ほんとなんと松本デッドボール、水谷ショートゴロアウトになるけども、マルチネスライト前ヒット、で、タミヤがね、いいバッティングだったけども、ライトフライっていうね、ところで、まあ、ここね、ちょっとちぐはぐさ感あるよね、もったいないよね。で、2回にもね、先頭、郡司のね、サードゴロ村上ラバット。ね、その後水野ね、ショートゴロで、アウトになるけども、中島ね、ツーベースを打って、ワンアウト2、3塁。ここでね、セリーグの難しさ、加藤がね、ピッチャーが入るっていうところで、まあ、1点取れず、ね。3回でもね、ワンアウトから水谷のレフト前ヒット。で、ここでワイルドピッチがあって、ランナーセカンド行くけども、マルチネスタミヤで1本出ずっていうね。ここら辺もなかなかね、1本出ない。で、5回にもね、ワンアウトから万波がツーベース打つんだけども、ワンアウト2塁から松本のショートゴロをセカンドランナー万波が飛び出しちゃうっていうね。自分より右側飛び出せないでよっていうね。ところで、まあ、その後ね、ツーアウト1塁から松本がね、アグレッシブに盗塁成功を決めて、しかし水谷1本出ずっていうね。まあ、なんとかカバーもね、してるけどね、アグレッシブさはあるけども、このね、走塁ミスのちぐさ、はぐさ感、ね、っていうのが結局最後もね、ちょっとずつ首を絞めていくなと。7回にもね、先頭中島フォアボール、肩送りバンドを決めて、万波松本にかけるけども、1本出ずっていうね、まあ、ここら辺は本当にね、ヤフーレが踏ん張ったかなと。その中でね、8回裏、ピッチャーね、
加藤から田中正義に変わったところで、オスナがね、大飛球、ショートフライをね、ショート水野が落球っていうね、まあ落下点入れずね、ノータッチで落としてしまうっていうね。で、その中でノーアウト二塁で松本が送りバントを決めて、ワンアウト三塁、もうこの時点ではね、セカンドからダイソーが並木が出てきて、で、代打ね、青木、ピッチャー、カードに変わって、ストレートのフォアボール。で、ワンアウト、一、三塁から北村がね、しっかり盗塁して、ワンアウト、二、三塁になって、ここでね、投球中に、レフトが、水谷から細川に変わるっていうね、しかも西川が、ワンアウト、二、三塁から、そのね、レフトに犠牲フライを打つっていう、この、新庄監督の感性の良さと素晴らしさね。で、しかもね、これはまあ、並木の足が速かったからね、セーフになるんだけども、細川もね、しっかりホームにストライク送球、ちゃんとした投球を投げて、まあセーフだけど、やっぱこういうのはね、いいんだよね。だから日本ハムはね、今年いいところと悪いところ、去年までの悪いところ、今年のいいところがね、如実に出た、この1試合だったね、日本ハムはね。だからもったいないよね。ひょっとしたら勝てたかもわかんない中で走塁ミスとかね。まあアグレッシブの積極性もいいけど、あとね、調子いい時にね、こうなんか勢いのままやっちゃうとね、一気にカタカタって落ちる可能性あるから、調子がいい時ほどね、アグレッシブに行かなきゃいけないけども、無謀とね、アグレッシブは違うからね、そこら辺はしっかりね、やっていく必要あるかなと。ヤクルトはね、そのワンチャンスの中で5安打だからね、しっかり1点取れたっていうところも大きかったし、西川の犠牲フライね、で、並木のね、ダイソーからのタッチアップの生還っていうところも、ヤクルトとしてもね、しっかりと采配の中で勝ちに結びつけたのも大きかったしね。で、9回はね、田口がしっかり抑えて勝ち切って逃げ切りっていうね、1対0。ヤクルトのこのカードね、勝ち越しは非常に大きかったんじゃないでしょうか。阪神対西武、5対1で阪神の勝利というところで、阪神先発伊藤将司ね、久しぶりの先発というところで、まあ2軍に調整ね、行ってきて、5月11日、DeNA 戦以来、この式が7失点5自責点以来、まあ約1ヶ月ぶりのね、1軍復帰登板になりましたけども、7回100球5安打5三振、1四球1失点というところで、まあ、左バッターにもね、インコースのツーシーム、外のカットボール、右バッターにもカットボール、アウトコースのツーシームっていうところで、まあ伊藤本来のね、持ち味が出したかなと。あと若干球が高かったのがね、気になるなっていうところもあったんで、ここがおいおいね、低くなっていったら、もっともっとね、良くなっていくんじゃないのかなと。で、西武先発与座、4回72球、5安打1三振、4四球2失点。まあ踏ん張ってるけどね、なかなかっていうところもあるけども、阪神はね、2回裏。先頭サトテル、センター前ヒット、サトテルお帰りっていうね。で、渡辺もセンター前ヒット。で、ノーアウト一塁から坂本がね、送りバントを決めて、ワンアウト二三塁、木浪のファーストゴロの間に1点っていうところで、ここもね、ファーストお代わり、中村選手がね、ファンブルしちゃって、あれ取ってホーム投げてたら、多分1点入ってないと思うんだよね。こういったミスもね、痛いよね。エラーじゃないけどね、記録には。で、4回裏、先頭坂本がレフト前ヒット、木浪三振するけども、伊藤送りバント。で、中村フォアボールで、2アウト1塁から、前側がね、レフトにタイムリーヒットで、ちょっとずつ1点、チャンスをね、得たらちゃんとずつ1点取っていく。でも3回裏もね、ワンアウトから前側フォアボール、森下ライト前ヒット、近本フォアボールでワンアウト満塁チャンス作ってるけども、佐藤、ショートフライ、渡辺センターフライと、まあ、ここね、まだまだ本調子じゃないよね。でも、5回の表、西武はね、2アウトから、西川フォアボール、小柄ライト前ヒット。で、代打長谷川が、レフトへタイムリーヒットっていうところで1点。しかし、2アウト1塁から、源田がね、内野安打で2アウト満塁するけども、滝沢がね、セカンドゴロで、ここ最低でも同点追いついたらね、ちょっと流れ分からなかったかなっていうところもあるけども、6回裏ね、中村から田村にピッチャー変わって、木浪はレフト前ヒット。で、伊藤が送りバントを決めて、中野のセカンドゴロを、山野辺がファンブルエラーっていうところでパッ。で、ワンアウト、一塁が前側フォアボール。で、ワンアウト、満塁から森下のね、ファーストゴロの間に1点を挙げて、近本がライトへ4番に入っての初のタイムリースリーベースで、5点っていうね。で、西武は、6回以降6。で、7回ね、山野辺が先頭出るけども、続かず。で、8回もね、ランナー2人出すけども、ワンアウト、一塁から中村三振。そして、昼間、ピッチャーゴロ。ね。9回もね、ウルシャーだから、山野辺、そして西川が連続ヒットで出るけども、代打鈴木総平三振、で、住谷源田が続かず1本出ずっていうところで、西武もね、チャンスは作るけども、1本出ない。まあね、お互い今ね、交流戦、苦しんでる中でね、試合になりましたけども、まあ、伊藤将司のね、好投もあったけども、阪神がね、5対1、久しぶりのね、5得点っていうところもあるけども、初戦勝ったのは大きいし、西武は泥沼、今借金19、どうなっていくのか、初戦のね、攻防でした。阪神5対1、先勝です。8日の試合4対1で阪神の勝利というところで、阪神先発ビーズリーね、9回119球、4安打6三振、3四球、1失点と、完投勝利。グッピッチ。ね、最後ね、完封したかったんだろうね。ちょっと力感入ってね、ちょっとワイルドピッチなんかもありね、
失点してしまったけど、まあここはご愛嬌というところでね、本当にまあ前回もね、ロッツ戦もそうだったけども、非常にストライクゾーンにしっかり投げてね、その中でボールを動かしながらね、フォアボール3個、まあ前回もね、あったけども、やっぱこのね、最小失点の中抑えていかなきゃいけないっていうところで神経質になっている部分はねあるかなと思いますけれども、まあそういうのを差し入れてもね、9回119球でね、球数も少ないし非常にね、高騰安心感もあるピッチングでした。そして西武先発高橋このね、5回89球7の5三振1球4失点というところで、やっぱ全体的にストレートの質が悪いかな、球質がねそこが悪いような気がして仕方ない。その中で3回裏ね、阪神の攻撃、梅野木浪が連続ヒット、ノーアウト1塁からビーズリー送りバント失敗、ここはしっかり決めなかった。でもワンアウト1塁からなかなかね、ライトにタイムリーツーベース、でワンアウト2、3塁になって前がレフトフライでアウトになるけども、森下がねレフトにタイムリーヒットで一気に3点。こういったところでね、ミスしてもしっかりそれをねカバーして2アウトになって1本つるっていうね、いうところがね、で11アンダー西武、あ阪神はね、そういったところできるようになってきたらね、いい感じの勝ちも拾えてくるのかなと。で5回裏にもね、ワンアウトから中野前が連続ヒット、でワンアウト1、3塁から森下がねまたタイムリーヒットっていうところでね、しっかり打開押しもできて、まあ、4対1、まあ西武としてはね、この6回ね、先頭滝沢内安打で代打ヨーカーがフォアボールでノーアウト1塁チャンス来るけども、4点差だからね、もうどうしようもない。源田ピッチャーゴロ、山野三振、栗山三振っていうところでね抑えられて、これが1点差とか2点差だったらね、多分源田が送りバントを決めてっていうところもできたけど、まあ西武は完敗だね。阪神はねやっぱり森下だね、このね積極的に何でも振っていくっていうところにやっぱ良さがあるからね、そういったところをしっかりできてるっていうのは大きいんじゃないのかなとね。2戦目も4対1阪神の連勝でした。阪神対西武3対0で阪神の完封勝ち、6月9日というところで、阪神先発才木8回112球1安打9三振3四球無失点というところで、8回ワンアウトまでノーヒットノーランでしたけども、山野辺にスリーベースを打たれて夢散るっていうね、ところでしたけども、非常にね素晴らしいクピッチね、球数もね、理想的な感じだし、フォアボールもね3つと抑えられる中で9奪三振、あと1個でね10奪三振だったけども、しっかり投げ切ったっていうところは大きかったし、西武先発渡辺裕太郎ね、6回3分の2 113球8安打3三振3四球3失点とピンチもね作りながら、ランナーね阪神をね、7回まで2回以外全部ね、ランダー出してるからね。まあその中でね、連打を許さずによくね、踏ん張ってね、最後粘り切れずっていうところだったけども、タイガースもね、さっき言ったようにずっとね、2回以外ランナー出しながら1本出ず、なかなかね、苦しいどんよりした試合ね。で、6回にもね、先頭前がライト前ヒット、森下フォアボールでノーアウト1塁チャンス作るけども、近本がね、センターフライ。で、タッチアップできず、で、ワンアウト1塁から佐藤が6、4、3ダブルプレーとね、普通こうなってくるとね、負ける流れなんだけども、西武がね、なかなか打てないっていうところと、才木の素晴らしいピッチングでね、なんとかね、踏ん張り切る中で、7回ね、先頭糸原センター前ヒット、梅野ライト前ヒット、木浪送りバンドを決めて、まあここワンアウト2、3塁から才木は3死、まあここね、ノーヒットノーランだから生かすしかないからね、ノーヒットノーラン、ここは岡田監督で、本当は代打出したかっただろうけどね。でも2アウト2、3塁から中野がね、センターのタイムリースリーベース、で前がタイムリーヒットで3点、これはね、中野前側にビッグ素晴らしい、しかも中野素晴らしい、これはねもう全員を救ったね、ベンチも才木もね、本人もタイガースもファンも夢をつないで、全てが素晴らしかった。これね、こういったところでねちゃんと打てるってね、本当いいよね。このみんなの思いをね汲み取ってね、分かってますよ才木はね、打たしていきましょうとね、でも僕返しますよっていうね、これはねなんかちょっとドキュメンタリーみたいにね熱くなるシーンだったね。これは本当に素晴らしかったね。まあその後ね、8回にヒットはね打たれるんだけどもね、しっかり2安打ね、最終回ね岩崎が投げて完封勝利っていうね。で阪神は8回裏にもね、先頭糸原ツーベース、梅野送りバントを決めて、木浪原口連続フォアボールでワンアウト満塁になるんだけども、ここで中野はファーストゴロっていうね、ここでは打てませんでしたって、ね、ここでも犠牲フライ打ってればね最高だったけどもね、まあ結果的にはね、最下投げてね7回ね、そう執念のねタイムリー、中野前がね素晴らしいヒットでね、しっかり勝ち越して勝ったのは大きかった。阪神ね3連勝、これで勢いに乗っていけるのか。さあ、ということで週末6連戦が終わりましたけど、あと交流戦1週間、中でセリーグはね、広島、阪神、巨人、中日、DeNA、ヤクルトっていうところで、最下位ヤクルトまでが 5.5 ゲーム差、もうこれ、ね、縮まっていってるからね、めっちゃね。セリーグはね、交流戦、どこもそんなに大きく勝ち残してないから、ヤクルトがね、いい感じで、今ヤクルトが6勝2敗で、セリーグの中で1位に来てるから、下がね、追い上げていってて、全体的にはね、もうギュッて、これ交流戦セリーグ負け越してんのに、セリーグがギュッて詰まるっていうね、
で、パリーグはね、ソフトバンク、ロッテ、日本ハム、楽天、オリックスに西武というところで、ソフトバンク、ロッテが7ゲーム差、日本ハムゲーム差なし。で、楽天は3位に4ゲーム差、オリックス1ゲーム差。で、西武が、首位に 9.5、13.5、20.5、ちょっと絶望的。ね。この中でね、交流戦、パリーグもね、1位楽天、2位ソフトバンクで、ここ1ゲームしか開いてないから、で、4位がオリックス、もう1ゲーム差。で、ロッテと続いててから、そんな縮まんないんだよね。どこもギュッて縮まってるからね、この残り1週間でどうなるのかっていうところ、まあこれがね、面白い。セリーグはね、どこもそんなに勝ってないけども、逆に縮まる。ね、パリーグはね、結構勝ってるなと思いながらね、広がっていくっていうね、これが交流戦の難しさであり、面白いところでもあるというね、ところで、さあ、それでは最後にね、ベストナイン発表していきましょう。まずはパリーグから、ピッチャー、オリックス。佐藤和馬クッペチ、ね、初登板初勝利素晴らしい。佐藤崎は見抜いてましたよね。斉藤京介と共に、はい、キャッチャーロッテ佐藤ね、守備も頑張って、はい、ファーストオリックス太田完璧右打ち、セカンド楽天株型足も使ってます、サードソフトバンク栗原打撃向上中です、ショートソフトバンク今宮、いい感じで映ってます。レフト、オリックス、西川副長です。気づいたら3割打ってるかも。センター、楽天、辰巳、攻守ともに完璧です。ライト、日本ハム、万波、週間13安打です。リリーフ、オリックス、マーチャード、フル回転、はい。続いて、セリーグ、ピッチャー、広島、大瀬良、ノーヒットノーラン、グッピッチ。キャッチャー、中日、宇佐美、いい感じの頑張りです。ファースト、DeNA、オースティン、元気元気、元気があれば頑張れる。はい。セカンド、阪神、中野、いい感じのバッティング。サード、中日、福永、パンチ力あります。ショート、広島、小園、カープはかかってます、小園に。レフト、ヤクルト、サンタナ、一発もあり、広角打法。はい。センター、広島、秋山、まだまだ元気、はい。ライト、阪神、森下、初球からフルスイング。リリーフ、ヤクルト、田口、グリリーフ、はい。さあ、ということでね、総チェック終わりましたけども、残り1週間ね、交流戦、みんなで楽しんでいきましょう。どこのチームが優勝するか、交流戦終わったら順位どうなってるか、皆さんね、佐々木の総チェックとともに参りましょう。それでは。